ちょっと来い。今しがた懐かしい男に出会ったところでな。この男を覚えていないか。上位獅子時代に共に戦ったエリスギーさん。いつこの化け物が俺の後輩になった。何新たに吹き出し用のプラカード使えるようになってんの。つか壊れねえよ。後輩を忘れるとは薄情なやつだ。まあいい、正月だし一つお年玉でもくれてやってくれんか。やるわけねえだろ。嘘丸出しじゃねえか。つうか、なんで高杉町なんだ。